今回は大根の麻婆あんかけの作り方を紹介します。大きめにカットした大根に麻婆あんを挟みました。さっぱりした大根にしっかりした味のあんが絡まり、食欲が進む一品になります。それでは作っていきましょう。大根は3センチ幅の輪切りにして皮を剥きます。皮の付近は縦に繊維が通っていて筋っぽくなるので厚めに皮を剥きます。全部で4切れ用意します。火の通りを良くするため十字に切れ込みを入れます。皿に乗せ軽くラップをします。600ワットのレンジで4分加熱します。材料はひき肉 40g、 にんにく 5g、 生姜 5g、 青ネギとネギ 10g、 大根4切れです。大根を中華鍋で焼いていきます。大根を焼くことで中の水分を閉じ込めます。弱火でじっくり焼いていきます。片面が焼けたら返してもう一方の面を焼きます。両面をしっかり焼くことで大根が香ばしくなり甘みも増します。ここでよく焼かないと水分が出てしまい、あんと絡めた時に水っぽくなります。このくらいの色に焼けたら取り出して皿にのせます。そのまま麻婆あんかけを作っていきます。鍋に大さじ1の油を入れひき肉を炒めます。ひき肉はお玉の底で広げるようにして炒めます。ひき肉をしっかり炒めることで中から油が溢れてきて旨味となります。ここからさらに油を足して肉をカリカリにしていきます。こうすることでひき肉からさらに油を引き出して肉はサクッとした食感になります。にんにく、生姜、豆板醤小さじ1を入れ炒めていきます。ネギを入れ炒めます。
紹興酒を鍋肌から入れ香りを出します。醤油を大さじ1と1/2を鍋肌から入れ香ばしさを出します。スープまたは水を 110cc 入れます。砂糖と味の素を少量ずつ入れます。青ネギを入れます。水溶き片栗粉でとろみをつけます。仕上げにごま油を入れます。大根の上にあんをかけていきます。今回は大根の麻婆あんかけの作り方を紹介しました。辛いのがお好みであればさらにラー油や山椒をかけるのもいいでしょう。白髪ネギをのせても美味しいですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。